月面探査レースには世界11カ国から16の民間チームが参加しています。それぞれのチームが来年中にロボットを月に打ち上げ、高解像度の動画を地球に送る技術などを競います。日本からはベンチャー企業や東北大学が中心となったチームハクトが参加します。ロボットは開発初期よりおよそ6キロ軽量化され、1キロあたり1億2000万円かかる打ち上げ費用を大きく削減できるということです。